お疲れ様です。では本日1月5日深夜3時ですけども、今日も暗号通貨のチェックをしていきましょうかね。昨日は大暴落をした暗号通貨全体だったんですけども、まあ、見る人によってはですね、絶好の買い場が来たなってところで、結局24時間経った今日、価格はおおむね戻しました。ビットコインも640円あたりまで来ましたしね、イーサリアムも結局33万円台まで回復しました。で、私たちがね、今注目しているのは、柴犬ですね。柴犬の方を見ていきたいんですけども、道すがら、体のもね、80円台回復して、しめしめっていうことでございます。柴犬コイン、柴犬コイン、ここですね。0.00144 ということなんで、昨日はね、0.0013 だったんですよ。まあ、ですんで、回復したかなっていうところはあります。で、柴犬コインに関しましては、ボーダーラインをね、0.0014にこの際しようかと思います。つまり、今の価格がボーダーで、これがね、0.0013 になったら買い。で、0.0015 以上になったら売り。とりあえずはこれでいいんじゃないかなと思います。で、ご覧のように、柴犬コインってむちゃくちゃ安いんで、なんか数千円で買ってもね、もうすでに何十万何百万柴犬コインをホールドすることになるんですよ。まあこれがなかなか面白いところですよね。ですんで、感覚としては、柴犬コインっていうのは、あくまでもジョークで始まったコインですからね。でも、ジョークで始まったのに、この、まあ、上位ね、20位に入ってるという、この知名度、これを活かしてですね、まさかの価格爆上げがあることに期待する宝くじ感覚で買うのはよろしいかと思います。まあ、なんせ柴犬コインっていうのは、X の、Twitter のイーロン・マスクがね、たまにね、バズーカ打ってきますからね。柴犬コインについて話題を出した瞬間に、この価格ボンと上がるんで、その時に決済をしていくっていう形でございます。あとですね、イーロン・マスクは柴犬コインについてこう考えてるに違いないっていうふうに、個人的な見解を、まあ、ツイートすることによってね、それがたまたまバズると価格を上げていくっていうこともありますので、まあ、嘘にならない程度にね、自分の個人的予測っていうことだったら全然構わないんですけども、柴犬コインがイーロン・マスクをね、採用することに決まりましたみたいなのは全然嘘なんで、そういうのはダメですけども、まあ、噂によって人は買いますんでね。で、インターネット上には、本当か嘘かわからないものがたくさんあって、だから嘘を振りまいていいってことにはならないと思いますから、この放送を聞いてる方はね、意図的な嘘はちょっとやめていただきたいんですけども、個人的にどう考えているから柴犬には期待できるんだよっていうレベルだったら全然大丈夫だと思います。ね、個人的見解でね。まあ私もね、別にそういうことをやっていこうっていう話じゃないんですけども、ただ、柴犬コインを有名にするために、柴犬関係の、こういった、時価のね、現在の価格については、これからも放送していこうと思います。それだったら、あれでしょ、無害でしょ。とりあえず、その辺から私は、柴犬コインの動画をたくさん作ることをね、2024年の前半は心がけていこうと思います。皆さんもね、柴犬コインについて、なんか情報ありましたら教えてください。そうしましたらね、私の動画の方でも、再発信させていただきます。よろしくお願いします。それでは。